皆さん、1月20日本日から第201回通常国会が始まりました。皆さん、安倍晋三市長に騙されちゃダメですよ。安倍首相に騙されちゃダメですよ。皆さん、今日の施政方針演説でもね、桜を見る会やらカジノで汚職事件で逮捕されたことやら、昨年閣僚2人が辞任したことやら、これらには一切触れず、立派な項目を並べ立てました。しかし、その予算付けはどうでしょう。皆さん、安倍首相はさまざまな多くの項目を並べ立てて、それに予算付けをするんだと、こう述べてる。しかるに、一方で財政収支を保つんだ、プライマリーバランスを維持するんだと、こう述べてる。この皆さん、このデフレが20年以上も続いている、そして経済も低迷している。経済の低迷どころか、日本そのものが貧困化してるんですよ。皆さん、こんばんは。そうですよね、所得は上がらない、上がるどころか下がる一方で外国人労働者から仕事が奪われる。それに伴って所得も下がる、給料も下がる。そしてこの非常事態に消費税 10% に増税する。増税したお金は大企業法人税減税に使う、高額所得者の減税に使う。皆さん、こんなバカな政策なんですよ。そしてなんとね、今日の施政方針演説では過去7年間で 13% の経済成長なんだそうですよ。7年間で 13%、 どんな数字か分かります？そう、統計学やってる人分かりますよね。誤算の範囲です。そしてね、先般も申し上げたように、安倍首相、安倍政権は今日の日本の経済を緩やかに経済成長してるという、緩やかに経済成長してるんだそうですよ。皆さん、してる方ここにおられますか？皆さん、若干はね、おられるかもしれませんよね。少なくともこの1年、消費税を上げる前から経済はどん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 下がってる。私が申し上げてるんじゃないですよ、どっかの経済統計じゃない、財務省の経済指数それぞれがほとんど全てがどん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 下がってるんですよ。ここに来てね、これを緩やかに経済成長してるなどという内閣総理大臣安倍首相の話が聞けますか？皆さん、話の元が嘘っぱちなんですよ。皆さん、保守の皆さんね、騙されちゃダメですよ。安倍信者の方はこれ信者はね、まあよろしいですよ。少なくとも経済が、日本が貧困化どんどんしてる、それも経済指数さまざまな統計がきっちり集めてる。
出てるにもかかわらず経済成長してる、そんなバカな安倍首相の言うことがどこから聞きますか。そして最後に決まった文句、決めゼリフ、自分の手で歴史的使命、憲法改正をする、こう始まるんですよ。さらにはね、北朝鮮による日本人拉致事件を解決する、北方領土の問題を解決する、これ始まっちゃう。その実態は何にもしてない。憲法の議論どころだ、憲法の議論の義も始まってない。もちろんね、こんな状況の中で憲法改正の議論が始まるわけがない。多くの隠蔽、疑惑、すっとぼけて答えない。皆さんね、私は左翼のね、反日の長谷川隆じゃありませんよ。そうかといって右翼ではありません。現実を訴えてるだけですからね、皆さんね。最近長谷川隆は右翼から左翼に転向したんじゃないかっていうツイートが多くいますがね、そうじゃありません。私はもともと右翼でもなきゃ左翼でもありません。現実に対しきちっと捉えてね、批判なり意見を述べています。ぜひ皆さんもね、ここでご参加ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。